本作は、隆氏の故郷、和歌山の熊野川が大画面に描かれた一作です。本作を発表した年、自身の美術団体、清流社での30年に及ぶ活動が称えられ、隆氏は文化勲章を受賞しています。受賞について記者から聞かれると、ありがたくいただくよと、いかにも隆氏らしいぶっきらぼうな言葉を残しています。 文化勲章の真珠式を終えると、隆子の自宅前には関係者が祝福のため、退去してやってきたそうです。本作に描かれた熊野川へは、前年の1958年から始めた西国三十三所巡礼の際に、隆子は訪れています。西国三十三所は関西を中心に、二府五県、総距離約千キロメートルに及ぶ 会所から1300年の歴史を持つ巡礼路です隆氏は熊野三社を巡拝してからという習わし通り熊野から巡礼を開始しました作品中に描かれた光景について隆氏はトラック道路が開通して上流にダムが建設されればやがては昔話となる景色を描き上げたと言っていますこれはかつて熊野川で 山で切り出した木材をイカダにして運んでいた様子が描かれていますしかし画面から伝わる力強さを目の当たりにする限り恐襲めいた思いは一切感じられませんむしろ水しぶきや険しい岩肌をむき出しにした岩壁には自然の脅威が表現されそれに挑む老練のイカダたちの姿が動的に描き出されています 本作の発表にあたって清流社の再出発の意図を持って竜師は竜師なりの歩みの上での若返りであると述べていますしたがって文化勲章を受賞し自身の美術団体を30年にわたって運営してきた手腕が称えられた一方で竜師は日本画のさらなる激流に挑んでいくことを本作では表されているように見て取ることができます いわば、故郷を描くことで粒子が限定回帰を宣言したのが本作「いかだ流し」ということができるでしょう。